EF60 系電気機関車は、日本国有鉄道が1960年に開発した平坦路線向け直流用電気機関車である。1958年、国鉄初の新型直流電気機関車として ED60 系、ED61 型が登場したが、この量形式で採用された1機 390kW の MT49 系。 直流直巻電動機を使用して F 型機関車にすると出力は 390kW6 イコール 2340kW となり、それまで東海道本線、山陽本線で高速貨物列車用として使用されていた出力 2530kW のは10型に比べてさほど大人の出力を持ちつつ、小型軽量の機関車にすることが可能であることから開発されたのが 本形式である。構造は、新型電気機関車の特徴とする、列キなしの箱型車体である。ED60 型とは異なり10連運用は、想定していないため、総括制御機能はなく、前面は、機関通径2枚窓とした。貨物列車への使用を前提とするため、列車暖房用設備は、非装備である。製造当初の車体塗装は、0番台が武道色2号の一色で、 500番台が前面上部、下部及び側面を青15号、前面窓周り、中央部と側面体をクリーム1号とした塗装であったが、塗装規定の変更により1965年から、側面全体と前面上半部、下部を青15号、前面中央部をクリーム1号とした配色に前期が変更された。この塗装は、 新型直流電気機,機関車の標準職とされた。九百六十年から九百六十四年にかけて貨物用の0番台二十九両と新大特急列車経員用の五百番台十四両の計百四十三両が製造されたが製造時期により構造の際がある。九百六十年に製造された先行試作車の一点には比較のため以下に示す点で 仕様が異なる。衰退第二機関区に配置されて、比較試験が行われ、軌道に対する大圧の小さい位置が、量産車のベースとなった。後の EF65 系像日により、余剰となり、は e、1は EF61-201 へ改造されたが、得意な台車を採用したには保守の問題で1982年に、廃車、解体された。先行試作機の使用結果を踏まえ、 1960年7月から9月にかけて3から14号機が製造された。姫路岡山間電化開業用を名目としている。外観での相違は、WP35K ワイパーが窓上から指示する、方式に変更された程度である。バーニア制御機は空転検出の精度向上及び、直列、自家並列の渡りをスムーズにするために、軽電気を追加した。 CS13A に変更された。駆動方式は試作車と同様のクイル方式である。クイル式は車輪の大歯車に設けられた継手部分に人愛の混入による異常摩耗に起因する噛み合いの悪化により大きなトルクがかかると異常振動と騒音が発生することが明らかになった。本グループを含むクイル式駆動車両は後にべてリンク式駆動装置に改修されたが、 この駆動装置の問題により試作機を含めた14両は本形式他社と運用が分けられ一時的に交付機関区や稲沢第二機関区に転属して中央本線で客車牽引運用に充当されたその後岡山機関区に集中配置され山陽本線東部のローカル貨物列車運用に限定使用された試作機を含む14両は 老朽化したセノハチ用補助機関車 EF59 系の代替用として EF61 系200番台に改造されることになり1977年から1979年にかけて8両が改造されたが10連運用時の不具合によりそれ以上の改造は打ち切られ残りの6両も1980年頃には運用から外れ9社となって岡山機関区に留置された 旧車となった車両のうち五両は1982年に廃車されたが、12号機の未教習用車両として、中央鉄道学園に移送され、1984年に廃車されてからも、1987年の閉鎖まで活用され、その後解体された。1962年5月から8月にかけて15から46号機が製造された。東海道。 採用本線像発用を名目としている。前日の通り、一時量産車までで採用されていた、クイル式駆動方式はトラブルが続出したため、釣り掛け駆動方式に設計変更した。主電動機は1時間定格出力4 2 5ットの MT52 型に変更し、それに合わせて、台車も DT115A 型、DT116A 型に変更された。 MT52 は MT49 と比べて定格回転数が低いことから高速性能改善のために歯車比は4.44に変更された。定格出力が 2550kW まで改善されたこともあり歯車比を大きく変更し定格速度を上げることも検討されたが既存グループと共通性を持たせることから見送られ出力上昇分は 引っ張り力の向上に振り向けられた。外観上の相違としては、全衝動周りが台形のケーシングとなり、尊敬ケーシングの一時グループとは異性がわずかに異なることである。このグループの得意者としては、42から46号機が挙げられる。本来であれば、東洋電機、記者会社のジョイントで発注されるところであったが、東洋電機に不祥事が発覚したため、 国鉄は同社への発注を一時的に凍結し、記者会社、川崎電機のジョイントで製作された。EF60531963 年7月から1964年3月に、かけて47から83号機が製造された。東海道、山陽本線増発用、岡山広島間の貨物列車電化用を、名目としている。稲沢第二。 沼津機関区に配置され、両機関区の EF15 型が各地に転属している。運転台が窓固定部分のガラス支持が白、エッジゴムに変更されている。EF60-84-1964 年4月から7月に、かけて84から99号機が製造された。採用本線旅客電化用、中央本線交付帯上諏訪間電化開業用、上越、高崎、 東北本線貨物列車増発を名目としている。沼津、前原、水田第二機関区に配置され、該当機関区の EF15 型が各地に転属している。性能にはそれほど大きな違いは見られないが、外観は EF80 型に2対象になるなど大きな違いが見られる。EF60123964 年7月から10月に、 かけて100から129号機が製造された。上越、高崎、東北本線貨物列車増発用、山手線貨物列車増発用を名目としている。沼津、浜松、稲沢第二、前原、水田第二、高崎第二機関区に配置され、該当機関区の EF15 型が各地に転属している。平機の爆発時の飛散防止のためにカバーが取り付けられている。 e f 6百5 0 1 1 9 6 3年から1964年に20系客車信頼特急券引用 EF58 系の置き換え用として製造されたグループで501から514が該当する。本形式からは、山陽本線瀬の八本末関用補助機関車への改造が行われた。なお、いずれも EF59 系置き換え名義の改造である。 1977年に本形式の先行試作、一時量産のクイル式駆動グループ車を改造したグループである。当初はグループ全車を改造予定であったが、途中で計画が中止されたために8両のみの試行で終了した。1982年に本形式の4次及び5次、量産車グループから3両が改造された。製造当初は基本ダイが東海道、 山陽本線の高速貨物列車に500番台が東京九州間寝台特急列車に投入された。500番台は1964年の山陽本線横川小郡間電化までは昼間時間帯の間合い運用で瀬野八区間の補機にも投入された。しかし本形式は諸現状の最高速度こそ時速 100km であるものの本来は EF15 系、アジュー系の後継となる貨物機で引っ張り力を重視したため、低角速度は全開時で時速 39.0km に設定された低速機であり、平タンク主体の東海道、山陽本線、東京下関間 1000km 長の長距離で連続高速運転を行うことは本来想定外であった。それにもかかわらず、 本形式500番台が製造されたのは、上り瀬の8越えの補助機関車連結解消と、牽引定数の向上が目的であった。この性能特性で、定格速度時速 68.0km の高速機関車 EF58 型で運行していたダイヤを代替するのは無理があり、過負荷を強いられた連続高速運転時の40%、弱め返事多用による、 主電動機フラッシュオーバーなどの故障が頻発したため、1964年終盤には49%及び40%弱め開示制御は使用禁止となった。また、e f 5 8から引き継いだ、新大特急県員運用の開始と、相前後して、新大特急列車の時速 110km への速度、向上計画が浮上したが、アレブブレーキを搭載していない。 本形式では速度向上に対応できないという理由もあり、1965年にわずか2年で e f 6 5五5 0 0番台に交代する形で、新大特急牽引運用より撤退した。1965年以降は、新大特急牽引運用を撤退した500番台も含めて主に一般貨物列車で運用されるようになった。年代後半からは、 旧型貨物用電気機関車の置き換えで、首都圏の中央本線、高崎線、両毛線などにも投入された。1980年代に入ると、老朽化が顕著になったことに加えて、昭和59年代や改正で貨物列車が大幅に削減されたことから急激に通ったが、進行する。最後に残ったのは、高崎第二機関区に配置され首都圏発着で、 高崎線、両毛線を通る貨物列車で運用されていた車両と、1986年3月から新たに配置区となった流撃管区で阪和線、規制本線の運用についた数量で、これら残存車は、分割民営化直前の1986年11月のダイヤ改正で定期運用がなくなり、胴体保存機として JR グループに承継された2両を除き、 全車廃車となった。国鉄時代の旅客列車経営実績としては、1960年代半ば頃に、高崎線で当器を除いた期間の一般客車列車、先術した、新大特急、半和線、規制本線での12軽客車による普通列車のほか、国鉄末期の1985年に、旧車中であった501を特急職に復元し、 1986年11月まで臨時客車列車運用に復帰させた例がある。胴体保存用として東日本旅客鉄道に19が西日本旅客鉄道に503がそれぞれ承継された。503は JR 発足後一度も営業用に使用されることなく2008年11月3日付で廃車となり解体された。19は主に 上越線や新越線などのイベントでの客車列車の、牽引や両毛線などの工事臨時列車、高崎周辺の配給列車の牽引などに使用されていたが2019年7月3日付で廃車となった。これにより EF60 型は廃形式となった。多形式に改造された車両のうち e f 6 1系2 0 0番台に改造された車両は全車廃車、解体され、 EF67 型に改造された車両のうち一両が日本貨物鉄道広島車両所に保留者として在籍する東洋電機、汽車製造で製造され1962年8月3日付で新鶴見機関区に配置浜松機関区を経て1981年7月に高崎第二機関区に転入1986年にジョイフルトレイン お座敷客車、安らぎの牽引機に指定され、客車に合わせた、クリーム10号の地色に、青20号と赤11号の細体を巻いた塗装に変更された。1987年の分割民営化で、JR 東日本に承継され、高崎運転所の配置となった。1988年には、アメリカントレインの指定牽引機となり、 客車に合わせた正常旗風の塗装に変更されたが、翌1989年の運転終了後は安らぎ塗装に復元された。2001年に安らぎが廃車された後も塗色は維持されていたが、2007年に実施された全般検査でデジタル無線搭載改造とともに国鉄直流機関車標準色に戻された。 2010年1月には第2エンド側の全小灯が豚花型のシールドビーム2灯からこの車両本来の白熱バルブ式の大型一頭へ戻された。この後2011年2月13日に1エンド側全小灯も大型一頭へ戻されているのが確認されている。2019年7月1日に秋田総合車両センターへ改装され3日付で廃車となった。 廃車前、最後の運用は、同6月2日の L、群馬横川の牽引であった。なお同日の列車の牽引予定には、当初なかったが、重当予定であった e f 6 4 0 5 3に不具合が生じていた、ことから牽引が不能となり、当該機のダイソーとして、臨時で運用された。2017年4月1日現在、完全保存2行。 運転台部分の身の物の4両が生体保存されている。ただし、一時量産車の3から14号機は全て解体されており、現存するものはない。ありがとうございます。